軍で現在10機の古墳が確認されている。現在1号墳以外は墳球は残っておらず、調査は石室、集光の発掘調査となっている。埋葬者は不明である。すべてが横穴式石室による円墳と推測されるが、石室が確認されているのは4号墳、5号墳、6号墳、9号墳の4機のみである。 そのすべてが地面を掘り下げて、河原石を積み上げて作られた石室である。発掘調査時にはすでに畑として利用されていたため、石室の石などは取り除かれていた箇所も見られた。江戸時代後期の新編武蔵風土機構には、古墳が元禄の頃には40から50基あったが、14、5基に減少したとされている。周辺は、 ほとんどが未調査の区域であるため、今後の調査で、古墳数はさらに増えると考えられている。しかし、この地区は、現在住宅が多く建てられており、今後の調査には、影響が出ると思われる。周辺には、稲荷塚古墳、薄い塚古墳、甲信塚古墳、大栗川対岸には中和田に横穴墓群や日野市、万蔵院大古墳群があるが、古墳以外に、 古墳時代の住居跡や土器なども多数検出されている。都内でも有数の古墳群の一つである。多摩センター駅にあるパルテノン多摩の歴史ミュージアムでは、塚原古墳群のパネルによる紹介と、主に古号墳から出土した実物の鉄属、トース、金管、水器、弾きや太ちの復元モデルなどが展示されている。直径9メートル、高さ2メートルの円墳である。 10基の中で最も保存状態がよく墳球が残っている唯一の古墳である。現在、未調査。沿道の門中石と思われる石材が露出している。推定直径が約19メートルの墳球と直径約25メートルの周光を持つ縁墳。築造時期は6世紀後半。中心の墓口は未調査ではあるが、 水槽用と思われる土壕が2基ある。修行内から6世紀後半の弾き亀が出土した。推定直径が約10メートルの噴球を持つ円噴。東側は二重修行となっている。築造時期は6世紀中頃。推定直径が約14メートルの噴球を持つ円噴。築造時期は7世紀前半。河原石を用いた半地下式の横穴式石室である。 石質の両側壁は、長さ三十から四十センチメートル、奥壁は、長さ六十センチメートル前後の石で築造されており、高さは一メートルほどまである。九百六十三年に発掘調査が行われ、その際副葬品として、大刀三本、鉄属数十本、トース、金属製耳飾り、青銅製釧路一体、壁緑製マガ玉、管玉、丸玉、 ガラス製小玉などが出土している。その副装品は現在玉川大学に所蔵されている。推定直径が約14メートルの粉球を持つ円紛。築造時期は6世紀第4四半期。河原石を用いた沿道と原質がある横穴式石室である。副装品として、原質内から鉄三3本、担当一本、通す四本、鉄属約七十本。 石室周辺から、はじき湾1点、末木き1点、高月5点、蓋3点、横瓶1点、単形壺1点、亀12点などが出土している。推定直径が約18メートルの噴球を持つ円噴。築造時期は7世紀前半。銅針複質構造を持つ横穴式石室で地下に掘り込んである。 石室の床には消炎力が敷き詰められている。副装品として、鉄製自家灯が1本、鉄製通す一1本、混同性耳輪2点が出土している。耳輪には、石色顔料が付着していた。石室の残骸のみが検出されており、紛糾や収光は確認されていない。推定直径が、約14メートルの紛糾を持つ円粉と思われる。 築造時期は6世紀第4四半期。修航の一部が確認されている。末期模倣付きが出土している。石室のみが検出されており、紛糾や修航は確認されていない。築造時期は7世紀中頃。推定直径が約18メートルの紛糾を持つ円紛と思われる。修航の一部が確認されている。ありがとうございます。